まことちゃん可愛いぜ。というわけで始まりました、竹林ジョイの今日から始める先生第1回となる今回はメイン攻略ハードステージ 10-3 をチェキ。第1回なのになんでハード 10-3 なのか、細けいことはいいんだよ、ここまで来ちゃったんだからさ。現在挑戦しているのはステージ最後のボス戦、バトっている流行るメンバーをチェキ。リーダーのイオリちゃん、貫通火力を一手に引き受ける頼もしい子。配信開始当時からおすすめされ続ける貫通属性のめちゃんこ強い子。当時の私は引けませんでしたが、23年8月から引き直しガチャが実装され、割と気軽にゲットできるようになったので最初にお迎えしました。やったね。水着おじさんこと星野ちゃん、 1.5 周年で実装された子。24年1月31日3周年で復刻ガチャが開催。なお200円まで響きゼロ、トレスヒナゼロというありさま。2人とも欲しかったのですが、泣く泣くヒナは諦めました。チームの火力2号、壁2号、魔法担当、何でもできる激強おじさん。チームの壁1号、ゆうかちゃん、回復とシールドを合わせ持つ初心者先生の頼れる星にメインとて、ドルして販売本数7万本、全 ASMR でいいのだ、先生の耳を知り尽くした女。あ、赤ぬ倒しちゃった。相当条件未達成ですが、ママヤール無事ハード 10-3 クリアじゃい。おっと、最後のストライカーはセリカちゃん。主力と遜色ないダメージを出せる爆発属性サブ火力、ハードでかけらがたくさんもらえるので星上げ、固有武器ゲットもしやすい初心者に優しい子。爆発弱点のステージでは大活躍、貫通弱点の時は交代してもらう枠。ではスペシャル枠もチェキ。後方神秘の大火力こといろはちゃん、1月30日までの復刻ガチャと無料100連でゲット。なお100連全部使い切るまで出なかった模様。コスト8とだいぶ重たいながらも55秒の長時間超火力の戦車で出動。神秘属性ということもあり、様々な場面でダメージを出せる優秀キャラ。まことちゃん率いるパンデモニウムソサエティクローニー枠、中間管理職は辛いぜ。最後はセリナちゃん、スペシャル枠の星1ヒーラー。 EX とスキル1、2つの回復を持つ優秀な医療担当。配信開始当初はかけら入手手段がガチャか交換のみでしたが、今は違う。まあ、ドロップはハード20なので、当分は星2での運用になりますけどね。ということで現1軍メンバーの紹介でした。まだまだピチピチのレベル35です。ほったらかしにしていたデータは、Twitter 連携終了時になくなったのでね。1軍にマクトちゃんがいない?そこはまあほら、大将は後方でどっしり控えているものだから。5本。現在のイオリちゃんと水着おじさんのスキルはこんな感じ。メンバーからしてお察しだと思いますが。30日の100連でイロハちゃんとマコトちゃんを引き、31日に水着おじさんを引いた3周年リセマラ先生です。これからもりもりレベルを上げて、現行シナリオに追いついていく予定です。きっと。今回はここまで。それでは皆さん、お達者で。